こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画のテーマは、エアウォレット新規入会と紹介制度で3500ポイント、漏れなく獲得のご紹介となります。さて、9月24日火曜日であります。エアウォレットでは現在新規入会と紹介制度のキャンペーン実施中で、最大で3500ポイント獲得ができます。そして、エアウォレットを活用した事例もご紹介いたします。ぜひ最後まで見ていってください。まずはじめにお知らせさせてください。当チャンネルではチャンネル登録者1万人を記念いたしまして、ご覧のような電子書籍を発表しております。この電子書籍は毎月最新の情報でアップデートを予定しております。9月についてはご覧の表の通り2件の更新を行いました。電子書籍の目次はご覧の表の通り全部で13章立てとなります。年間獲得ポイントは45万ポイントを超えております。なお、電子書籍の購入方法はご覧の通り4種類準備しております。本動画の概要欄に URL を貼り付けておきます。気になる方はぜひとも概要欄から見てください。本日の動画でお伝えしたいことは2点となります。1点目です。エアウォレットでは10月14日まで新規入会キャンペーンを開催中です。加えて紹介制度も活用すると漏れなく3500ポイント獲得ができます。2点目です。エアウォレットのポイ活事例では、銀行ぐるぐるポイ活と給与受取ポイ活をご紹介しております。つまり本日の動画では、送金手数料無料のエアウォレットを有効活用しようといった内容となります。告示、1つ目やエアウォレット新規入会と紹介制度3500ポイントのご紹介となります。現在、エアウォレットでは新規入会キャンペーン実施中であります。これからエアウォレットを開始される方は最大で3000ポンタポイントをプレゼントとなります。条件ですが2つあります。まず1つ目はエントリーと本人確認2万円以上のチャージで2000ポンタポイント。さらにエントリーとローソンなど対象の店舗でコインプラスお支払いすると最大で1000ポンタポイント 20% 分の還元で最大3000ポンタポイントとなります。一方で、すでにエアウォレット活用中の方につきましては、エントリーとローソンなど対象店舗コインプラスお支払いいただくと、最大で1000ポンタポイント、こちらも 20% 還元となります。では次に、紹介制度のご紹介となります。こちらの紹介制度も10月14日までの限定のキャンペーンとなります。先ほどご紹介した新規入会キャンペーンで最大3000ポイント、紹介制度でも500円プレゼント、合計で3500円相当のプレゼントとなっております。さらに9月からエアウォレットを始めた方限定で、1人様でも紹介されますと抽選で300名に1万円当たるキャンペーンも実施中となります。なお、紹介コードにつきましてはご覧の通り、こちらは本動画の概要欄に貼り付けておきます。ぜひこちらの紹介コードをご利用ください。告示、2つ目はポイ活事例のご紹介となります。まずはエアウォレットとは一体どういったものか概要をご紹介いたします。エアウォレットとはコインプラスを利用してチャージ、支払い、送金、出金が無料でできる送金アプリであります。珍しいのは支払いもできる点であります。まず1つ目のメリットですが、ご自身の銀行口座間でお金のやり取りができます。最短当日となります。こちらも手数料無料で資金移動が可能となります。二つ目のメリットは家族や友人とのお金の送金が可能となります。こちらも送金手数料は無料となっております。次に三つ目のメリットは全国40万店以上のお店で支払いができます。こちらコインプラスという機能を利用しております。例えば大手ですと無印良品やローソンなどで利用することが可能であります。なお、エアウォレットで対応している金融機関はご覧の通りとなります。特に赤字の銀行につきましては、ポイ活でよく利用する銀行であります。住信、SBI ネット銀行、PayPay銀行、楽天銀行、三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、ゆうちょ銀行が対応しております。では、ここからはエアウォレットを活用したポイ活の事例をご紹介いたします。今回は全部で3つご紹介いたします。まず1つ目ですが、銀行ぐるぐるポイ活、非振込となります。エアウォレットから非振込のポイント制度のある銀行への送金でもポイントを獲得することが可能であります。ただし制約があります。一つ目は極端な送金はアカウント停止リスクがあります。二つ目は同じ銀行への口座は1日分まとめて送金となります。では詳しくご紹介いたします。エアウォレットからの送金でも非振込ポイントを獲得できることが分かっております。ご覧の内容は2024年1月に検証した内容となります。
ペアウォレットに対応した銀行からペアウォレットを経由して T ネオバンクや大生命ネオバンク、楽天銀行通常支店、大生命支店、三井住友銀行に送金を行ってみました。いずれの銀行につきましてもポイントや現金を獲得することが可能でありました。こちらの表は2024年1月の検証内容となっております。まずは送金元の銀行ですが、住信 SBE やネット銀行、そして送金先は楽天銀行通常支店について、エアウォレットを経由して5回の送金を試みました。2024年1月の検証結果ではポイント付与対象となっております。次にペイペイ銀行から T ネオバンクや大生命ネオバンク、三井住友銀行オリーブアカウント、楽天銀行大生命支店につきまして1回ずつ送金を行っております。なお三井住友銀行オリーブアカウントにつきましては2ヶ月連続で送金を試みました。いずれの銀行につきましてもポイントや現金の獲得が確認できております。なおエアウォレットの検証内容につきましてはこちらの関連動画で詳しくご紹介しております。関連動画につきましては本動画の概要欄に URL を載せておきます。次にエアウォレットの極端な利用制限についてご紹介いたします。コインプラスではシステム安定稼働の観点から本来想定された利用形態と異なる利用が認められた場合にはアカウントを解約させていただく場合があります。例えば他社ポイント獲得を目的し過度な頻度でチャージ出金取引を繰り返す行為となっております。では次に2つ目の制約、まとめて送金についてご紹介いたします。振込予定日が同一の出金はまとめて振込となります。エアウォレットでは同一名義同一口座で振込予定日が同じ、出金申請が複数ある場合はまとめての振込となります。例えば月曜日に A 銀行へ2件の出金申請を行った場合は火曜日にまとめて2件分の振込が行われます。では次に2つ目の活用事例は銀行ぐるぐるポイ活の資金回収となります。ご覧の概要図は当チャンネルおすすめの非振込ポイント制度のある銀行を全て満額でポイントを獲得するプランとなっております。この例ですと全部で91回の振り込みが必要となります。そしてエアウォレットの活用場所でありますが資金回収場所となります。例えばこの例ですと楽天銀行の通常支店と大生命支店からメイン銀行である住信 SBI ネット銀行への送金となっております。次に資金効率の悪い JAL ネオバンクとみんなの銀行を省いたプランもご紹介しております。こちらの妥協プランですと全部で66回の振り込みが必要となります。なおエアウォレットの活用場所は同じく楽天銀行通常支店と大生命支店からメイン銀行である住信 SBI ネット銀行への資金送金の際に利用いたします。次に3つ目の活用事例は給与受け取りポイ活となります。こちらも資金回収の際にエアウォレットを活用いたします。給与受け取りポイ活ではご覧の概要図の通りお勤め先や年金からポイント制度のある銀行に資金を振り込んでいただきます。もしこのポイント制度のある銀行がメイン銀行でない場合につきましてはさらにエアウォレットを活用しメイン銀行へ資金を移動させます。なお給与受け取りや年金受け取り定額自動入金でポイントをゲットできる銀行はご覧の通りとなります。特に第一生命ネオバンクとゆうちょ銀行につきましては給与と年金受け取りで毎月月間200ポイントや170ポイント獲得することが可能であります。なお、ゆうちょ銀行につきましては、2024年10月1日よりポイント制度が改定予定となっております。こちらの170ポイントにつきましては、比較的獲得が容易なものを集めております。